こんなのもしナズナに見られたらまずいじゃないって言ってたら来たんじゃねえあ <laughs> マジ<ー>よろしく頼むぞ。三、二、一。さあ、来ました。夜更かしの歌ですね。なんか人多くないまだ早い時間なんか。 うん、んこの声はあれかまた前回のあの人うん。いやこんな早い登場はちょっと予期してなかったな。うん。あ知り合いに会いたくないってことね。てか今のお買い物って言い方いいね。うん。うん、よかった。 ああ、もう十分遅い時間なわけだな。うん。俺。ああ、剣族ね。うん。ああ、その逃げ道っていうのがいつでもあるんだって思えればってことか。精神的負担が減ったんだろうな。うん。うん。 でも。うん。うん。まあ、部屋から出さずにね。け結果としてさ、ああやって俺言われるんだから。よし、うわあ、また綺麗な雨。さあ、来たよ。うん。ああ、雨宿り中うん。 ああ、なるほど。んえああ、今回は何この子が。うん。うん。ああ何 <laughs> かわいいじゃん。しかもこっち来るんじゃね手振ってるし。違うあ、そんなことはないあ、来るよね。うん、そう。ギャル系かなうん。 新たな出会いだね。夜の街で。うん。ああ、遠行的なこと <laughs> 敬語 <laughs>。うん。えナンパ待ちしてたのあ、それで何逆なんかこれは。声かけてきて。うん。 うん、お酒飲んだり。うん。うん。ああ、そういうことね。うん。誰でもいいってわけじゃないのに、こうやってヤモリくんに声かけてくれてるんだ。うん。うん。ちょっと違うかもね。そうだね。うん。 いやけど、お酒飲んでるって言ってなんか変なテロップとかも出ないし、高校生じゃないんじゃないんなことないか。高校生か。うん。うん。いい。見てていいよってこと <laughs> <laughs> やば。このお姉さん好き。<laughs> いやー、いいね強気攻め。 ほんとよ、こうくん。欲望に素直なやつだなえああ、そんで飲んじゃうのそれ。うわぁ、飲んだよ。で、戻すんでしょそれ。あ、持ってちゃうのなんだ、そういう感じか。ああ、で、何についてくのうーん。ああ。 って言いつつまたもうジュース目的じゃないけどついていくるでしょうん。うん。刺激がない。うん。人に焦るのは本当に大変だよね。うん。うん 夜に何かね、求めてるんだね。この子も。え <laughs> 超積極的じゃん、なんか。こんなのもしナズナに見られたらまずいじゃないって言ってたら来たんじゃねえ <laughs> <あれ> <laughs> マジ吸血鬼お前。わあ、しかも。わー。何この展開。 いやいやいや、こんな展開あるんだ。うん。噂。<laughs> これ、あれなのね。吸血鬼いっぱい出てくるパターンのアニメなのね。うん。ルール違反。子 <laughs> 作り <laughs> うん。子作りって眷属のことかなうん。うん。てか、再生早っくっつくの。うん。そういうのがあるのえやばちょっと待って 敵みたいなことこれ。そういう形になるのか。<laughs> まさかのこんなバトル。うんえまだ他にも来てるんだー。いや、連れてかれちゃったよ。やば。 いやいや、別物の作品になりましたけど <laughs>。うん。なずなは結構吸血鬼の中では強い方なのかなさっきの戦い結構押してたよね。うん。綺麗系お姉さん。うん。いや、けどこういうタイプも怖いよね。うん。 <laughs> いや、折り方超怖えんだけど、これ。<laughs> おしっこ漏らす自信あるわ。えー、どんだけ出てくんの今回。わ、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 わ。5人出てきた、これで。うーん。ああ、全員、なずなの知り合いなんだ。てか、女の人ばっかり。うん。うん、だろうね。 うん。うん。みんな美人。うん。いや、いいな、この人も。なんかみんなお姉さんっぽい。え吸血鬼にするいやいや、だって、あれでしょ検索になる条件って。うーん。 だからこれは温情なんだろうね。うん。いや、急には覚えられんよ、そんな言われても。うん。気境セリン。うん、そこねそうだろうね <laughs> いや、みんなあっけに取れてるけど。うん。おかしい。うん。 <laughs> 落ちこぼれ的な使いなのか、夏になって <laughs>。面白いぞ、展開がここに来て。しかも今回のタイトル、子作りだからね <laughs>。やば。うん。いや、なんかちゃっかりそんな隣座って。ああ、やっぱね、屈辱なんだろうね、みんなにとって。うん。えへへ。 みんなあれだね。ちょっと自意識過剰というか。うん、あ,あ、そうなんだいや。俺は嫌いじゃないよ。こういうタイプ。うん、まあ確かに街中にいるような可愛い子って感じかもね。な <laughs> にそれ。もう。<laughs> いや、けど絶対そうでしょ。いやね。<laughs> 面白い、今回。いつも面白いけど、特になんかああ。うん。気が合う。いや、そうなんすかって。ああ作戦。はあ、使うんかい。うん、確かに。しかも美人なお姉さんに言われたらね。 いやー持ってかれないって。こうくんはなびかないんだよ。だってすごいなんかフラットな感じじゃん。<laughs> いや、これはちょっと嫌なんじゃない <laughs> 言われたくないだろうな。<laughs> ほら、ひもて女。<laughs> ああ、喋り方ね。うん。前回のあのね、ナイトプール、声かけられてたしさ。うん。うん。 顔は、うん、いい。うん。うん。たけてる。うん、たけてる割に夏なはうーん。なんでなんだろう、そこは。 やっぱあれかなピュアだからってことあの感じ見てると。うん。ね、急に女子,女子会にね、参加させられた子供って感じ。<laughs> うん。いや、なんなん <laughs> この話の進,ま進め方。あ、なすな。うん。うーん。 ずっとやってたのか今、ここは。うん。うん、赤くする。だやっぱピュアってことだよね。惚れさせる気がない。うん。惚れさせる気がないってこともあれのないわけじゃないんじゃないかな。 うん。うん。すごい迫力。うん。<laughs> やっぱまんざらでもないよね。<laughs> いや、ほら。<laughs> やっぱそうじゃん。<laughs> いや、こうくんのことだよ。ヤモリいや、違う。<laughs> そこが本命なの。<laughs> 違う、違う。 ちょっと話はちゃんと最後まで聞こう。うまく説明してくれ。うん。うん。<laughs> 何これもなんかあれなの作戦なのはあうん。いや、なずなちゃんって言うんじゃないのこれは。うん、<laughs> いや、来るね。攻めてくるね。 うん。いや、てか、こうくん、うらやましい。<laughs> うん。うん。まあ確かにそうだろうな。くっつけるし。うん。この子ちっちゃいんだね。ああ、そういうわけじゃって言うんだ。そこは。うん。 えもうめっちゃ作ってんじゃないこれ。キャラ。<laughs> うん、いや、嘘くさいぞ。ここまでの流れ見てるから。うん、うん、最後。うん。なんか雲の巣が見えるわ、俺。かかってしまった。お <laughs> なし。<laughs> よく言った。こうくん、素晴らしい。<laughs> うん。 うん、そこなうん。いや、けども、なんとなくぼんやりとね、形はできてるよね。あの、なずなちゃんへの、お互いに、なずなもだけど。うん。だから、時間はあんまないってことか。え、ってことは、これなっちゃうのかな眷属に。 な何な,ないまんまのあれを見ていくのかと思ったけどうんうんそこねうんそこいろいろずれてんだよねずっとあっちもこっちもうん本気も本気だし <laughs> そこな <laughs> <ー>あ来るんじゃない 今飛んでたね。いや、かっこいい。<laughs> ヒーローや。あははいいタイミングで来た。<laughs> 聞いちゃったね、また。改めて。うんまた、テレちゃんじゃないのそんなことないもう顔を見せられないというか。えうん。あ、<laughs> やっぱり <laughs>。絶対そうだと思った。<laughs> うーん だからこことあれなんだろうね。一緒にいないんだろうね。また。<laughs> かわいいな。なんで好きにならないまだ。いやいや、ここがまたいいんだよ、夏なは。これが彼女の魅力だから。うん、幸、うん、君。うん。いや、やばそう。 言わなきゃいけないこと <laughs> い。そういうことじゃなさそうだな。えあ、そういうことにこの二人のあれを聞きたいのかなあー。いや、落としていく作戦なんて何も考えてないだろうね。ないない。ただ一緒にいている間にね、育んでいきたいんだろうね。うん うーんそうなんだ。いや、こうなると逆に、うん、興味持たれちゃうかもね。うん。そうなるか。うん。あ、ま、あそれはこうなるよね。うん いや、このキリップリオだって、俺隣で見てたら超嬉しいけどな、コウ君のポジションで。うん。うん。困惑。うん。うん。 いや、美味しいからとか言わないよね、きっと。なんて言うかな。うん、うん、こうが喋る。あ、やっぱそこ <laughs> そこなのうん。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  いや、ナイスプレゼンテーション。シンプルで。うん。うんあまあ、今までのなずなを見ていると、やっぱここまで疑わざるを得ないのかもねー。うーん。ゲ、okay. それとも、それもあれだろうね。この子たちからしたら。 驚きのあれだろうな。セリフだろうな。うん。うん。納得してくれたんだ。うん。う、は、ん、あ。<laughs> いや、そういうことか。うん<ー>。<laughs> いやけどらしいじゃん。なずな。 はっはっはっこんッコンバッンの <laughs>、うん。まあ、ほっといてあげてくれ。みんな同じようになってもつまんないじゃん。うん。うん。おおおぉ、よかった。 いや、こっからはずっとなんかバトル展開来るかと思ったけど、よかったね。え今なんつった吸血鬼になるつもりでの愛用に、なんかついてたよね。うん。ええちょっと待って、すごい大事なとこ聞き逃した気がする。<laughs> なんつった今。もう、ちょっと待って、もうすぐ見よう。ここ、ここ。これ何だったのうん。何年かかっても、これだ <laughs> 何年もかかっちゃダメなんだろうな、きっと。いや、この一言は結構地雷なんじゃないうん。いや、これで終わったんだ。すげえ大事なとこ聞き逃してた。ごめんね。もうけどね、しょうがない。もう喋っちゃうから、リアクションしちゃうから。いや、てか、一気にあれだね。増えたね。吸血鬼が。しかもみんなまた、可愛いじゃん。 いや最初まさかこんな展開になると思わなかった。あの子とさ、この夏菜がバトル始めた時さ、あ、そういう風にこの物語,物語持ってくんだって思ってたのよ。なんか夏菜の元にいろんな吸血鬼とかがもしかしたら来て、このコークを守るために戦うとかっていうのも時々見せてくるのかな、みたいな。そしたらね、一気にあんな出てきてこういう展開になるなんて、 いやーけど、こうくんけど最後のあの一言によってどうなっちゃうんだろうね。まあけど、それくらいの覚悟でいるっていうの分かってくれるかなけどやっぱ、けど、早くやってもらわないと、リスクがあるからっていうところで、またこれからも変なちょっかいとか出してくんのかな、まあ、そんななりたいんだったら別に謎なざなじゃなくて私に振り向きなさいよみたいなさ、そういういろんな誘惑をしてきそうだよね。 だからまたそれが、すげえ面白そうな気がする。まあ、けど、こうくんは、ま、今回みたいな感じで、全くデレもせずさ、スルーなんだろうけど、その気持ちに、好意はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画を突如お送りしました。バイバイ